ず青のシンフォニーの、紹介をさせていただきます。時間は、約10分ほどです。その後にですね、子どもたちがお楽しみのなおによりますダンスを少し紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。それではまずなお自己紹介して。皆さんこんにちは、ようこそ近鉄鉄道祭り in 高安へ。僕の名前は N.A.O. なおでござる。僕はフランスで生まれて、去年の3月から近鉄車両エンジニアリングで仕事をするために日本に来たんだ。フランスから来ました。今は奈良県の西大寺に住んでるんだよ。皆さんどうぞよろしく。はい、なおよろしく。今年9月10日からですね、運行開始の青のシンフォニー、青のシンフォニーってなお、どんなことが楽しめるの？そんなの塗ってからの、な、お楽しみ。なお、お楽しみというね、そんなこと言わんと、教えてよ。仕方ないな、僕の秘密を僕を見てわかるでしょ。この上品なポーズ、ピコッ。なお、それピコ太郎のポーズやんか。違うやん。なあ、ごめんなさい、ポーズを間違えました。はい、じゃあしっかり今から、青のシンフォニーの紹介して。じゃあまずどうしてこの観光特急ができたんだい？近鉄の南大阪線吉野線は日本一の超高層ビル、あべのハルカスと桜の名所吉野山を結んでいて、沿線には歴史、文化、自然、食など様々な観光資源に恵まれてるんだ。南大阪線、とても観光資源が、そこへの旅のひとときとして、これまでにない上質な大人旅にふさわしい癒しとくつろぎを届けたくて、青のシンフォニーは生まれたんだ。上質な大人旅のために、青のシンフォニーは作られました。じゃあ次に車体外観の紹介して。車体外観の紹介して。車体デザインは自然豊かな沿線の景観に調和した上質なイメージを持つ濃紺色のボディカラーとゴールドのラインによって大人旅を演出するクラシカルな外装になってるんだ。このゴールドのラインがポイントなんですね。そして質感をさらに高めるために近鉄では初めてメタリック塗装を採用したんだ。メタリック塗装を近鉄で初めて塗装しています。ですからこのように綺麗な色になっております。次は車体内装を紹介して。1号車と3号車の座席は全て2列プラス1列で幅広のリラックスシートなんだ。さらにグループでの旅行にぴったりなサロン席、ツイン席もあるんだよ。全席デラックスシートになってます。座席、カーペット、カーテンは上質な空間でゆったりと過ごしていただけるよう質感にこだわった素材を厳選してるんだ。特に僕が気に入っているのが床面のカーペットなんだ。高級ホテルの室内みたいなふかふか感だよ。電車なのに高級ホテル並みの、質感だそうです。それでは2号車はどうなの？2号車は大型のバーカウンターがありラウンジ車両なんだ。ラウンジ車両となっております。まるで高級ホテルのラウンジだよ。特に僕が気に入っているのがソファーに座った時に車窓を味わえる細くて横長のスリット窓なんだ。ここからの車窓は最高だよ。一度ソファーに乗ってですね、車窓を、見てみたいね。じゃあなお
青のシンフォニーの車内のサービスがすごいって本当？サービスが本当だよ。車内では素晴らしいスイーツやアルコールをご堪能いただけるんだ。スイーツがあるんだ。あの伊勢志摩サミットでデザートを担当した赤崎哲郎さんの季節のオリジナルケーキセット。他にも特産品の梨の果肉をふんだんに含んだオリジナルジェラート。そして食べログで5点中 3.9 を獲得した沿線のお店のマカロンセットもあるよ。ホテル並みのジェラートだね。上質な大人旅にふさわしい本物の味が用意されているよ。車内では素晴らしいスイーツが食べられるんだね。じゃあ奈良の他に奈良の名物はあるの？もちろん奈良の名物柿の外しもいただけるよ。柿の外しもあるんだ。アルコールも沿線の地酒と地元の果物を使用したハイボールスパークリングリキュールと、考えるだけで胸が膨らむね。座席で楽しむのもよし。くつろぎのラウンジスペースで楽しむのもよし。よしよしってなんか鉄道マンみたいだね。でも本当に素敵な、列車だね。なんか乗りたくなってきたよ。じゃあ他に奈良の豆知識あるの？豆知識あるの？あるよ。お客様が乗車するとき、電車からクラシック音楽が流れるんだ。優雅で爽やかなハイドンの交響曲101番第2楽章の時計が流れるんだよ。実はこの時計なんですけども、PR の開始前に、流させていただきましたクラシック音楽、これが時計となっております。また最後にですね、かけたいと思います。はい、じゃあなお最後にちゃんと挨拶して。みんな、ぜひ青のシンフォニーに乗って素敵な旅を楽しんでね。特急券を早く買いに来てくれないと売り切れちゃうよ。はい、特急券はですね、近鉄の駅のですね、特急券販売窓口、主要旅行会社、またインターネットからご購入いただけます。詳しくはパンフレット、インターネットをご覧ください。席数にも限りがございますので、早めの予約の方よろしくお願いします。でなお、特急券は乗車日の1ヶ月前の10時30分からご購入いただけます。ぜひ青のシンフォニーに乗って素敵な旅をお楽しみください。楽しみください。みんなありがとう。近鉄鉄道祭り in 高安、楽しんでいってね。今日はありがとう。それじゃバイバイ。はい、これでですね、なおの青のシンフォニーの紹介の方終わらさせていただきます。続いてロボットのダンスをちょっと紹介したいと思います。でその前にですね、ロボットの方まずは歩いてみますので、少し歩いてみますので、ご覧ください。なお歩ける？ウォーキング開始。わかりました。僕が歩けるところを皆さんに見ていただきましょう。すみませんが、僕を所定の位置にセットしていただけますか？お願いします。歩いてみます。いいよ。それは残念です。すいません。ロックをやってますので、クラッシュします。よろしくお願いします。わかりました。
僕が歩けるところを皆さんに見ていただきましょう。すみませんが、僕を所定の位置にセットしていただけますか。お願いします。いいよ。それは残念です。ウォーキング開始。わかりました。僕が歩けるところを皆さんに見ていただきましょう。すみませんが、僕を所定の位置にセットしていただけますか。お願いします。いいよ。前の音がですね、ちょっと出てきて。では、歩きますよ。はい、歩きます。はい、もうちょっと歩こうかな。あれ、疲れた。もう休憩ちょっと休憩させていただきます。はい、なお立ち上がって。皆さんはトップリーグというラグビーの最高峰のビーグレプレス選手なんで、どこまででも思ってます。はい、じゃあ次にですね、このなおなんですけど、とてもバランスがいいんです、バランスのいいですね、ちょっとことを証明するようにダンスを踊りたいと思います。踊って、ちょっとなお疲れてますんで、こけたら許しちゃってください。スペイン村でダンスを覚えてきましたんで、それをちょっと紹介したいと思います。アデランテ。はい、スペイン人のダンサーに猛特訓を受けたアデランテで構いませんか。いいよ。いいよ。それではアデランテを披露しますので、皆さんも一緒に踊りましょう。さあみんな一緒に踊ろう。頑張って踊ってね。
がとうございます。これでですね、みんなも一緒に踊れたかな。はい、これで、なおによります、青のシンフォニーの紹介となおのダンスの方を、終わらさせていただきます。どうもありがとうございました。記念撮影のですね、ポーズもなおは得意なんでですね、記念撮影、される場合にはちょっとポーズ取りますんで、記念撮影